里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、マー君がキャンプの楽天のキャッチャー陣に言って話題になったフレーミングについて、はい、一回ねその、まあ、メジャーでねフレーミングっていう言葉が生まれて、はい、でマー君がねあの楽天のキャッチャー陣に音は鳴んなくてもいいからフレーミングしっかりしてほしいっていうので、うん、ちょっとメディアがザーってなって、私もフレーミングってあんまりちゃんと理解してないんですけど、もうざっくりなんかこういうのだなってイメージ、うん、そうです。だから、まあ、フレーミングっていう言葉が生まれたのもここ10年ぐらいよ。あ、そんななんですか。そうだから、それでそのまあ基本的に言うとボールをストライクに見せる技術じゃないのよ。はい、あ、そう思ってました。そうじゃないの。違うんだ。ボールをストライクにする技術じゃなくて、はい、ストライクをちゃんとストライクに取ってもらおうっていう技術です。ってことは、あのなんかこう私こう動かすことかなって思ってたんですよ、うんうん、ってことはじゃあストライクにちゃんと入ってるボールだったらそのまま取ればいいじゃないですか。そう、だからこの際どいとこ、はい、ストライクかボールかどっちでもいいなっていうところをしっかりストライクに取ってもらうっていう技術がフレーミング。ああ、なるほど。ボール球をグーンってやってストライクにするのは違うね。ああ、ってなった時に、はい、ね、うん、もう日本人も、はい、俺はもう野球とかじゃなくて、うん、日本人ももっと日本を誇らしく思うっていうのがもうこの動画の大前提。はい、あの何でもかんでも、うん、アメリカがいいとか、うんうん、あの欧米がいいとか、はい、もうそういうのをやめよう、うん、欧米にも、はい、メジャーリーグにも、うん、優れてるところもあるし、はい、日本の方が優れてるところもあるのよ、うん、何でもかんでも、うん、メジャー最強みたいな、うん、もうそういうのもうやめよう。はい、ただフレーミングはでもできていい技術なんじゃないんですか。そうそう、できていい技術なんだけども、はい、そのフレーミングを、うん、唱える人たちは、はい、メジャーの方がうまいっていうので言ってくるわけよ。マウンティングよ、マウンティング。そういうことか。メジャーではフレーミングめっちゃやってるから、だけど日本もやれよみたいな、うんうんうん、こう要はもうあのマウンティング取るときに、はい、あの欧米を上にするのはもう日本人としてどうなんていう、はい、なるほど、何でもかんでも、はい、ちゃんと中身見ていこうっていうところでね、うんうん、言いたいのはよ、はい、そのフレーミングっていう言葉が多分できたのはここ10年ぐらいの話、はい、でそれを実証するためになぜかっていうと、僕は2006年 WBC 出た時にミットを動かすなって言われてた。へえ、誰にですか。もうその全員に、関係者も含めて、はい、うん、そのアメリカでだから要その時フレーミングっていう言葉ないよ、はい、今でいうフレーミングをするっていうのはアメリカでは審判への侮辱行為として、ストライクでもストライクって取ってくれなくなるから、うん、もう止めろみたいな、はい、動かすなみたいな、ピタッと、うん、ってずっと言われてたんですよ、はい、ということは、はい、2006年、うん、2008年の北京オリンピックもそうだったけど、はい、その時点では海外では、うん、フレーミングは悪なのよ、やっちゃダメな技術、やってなかったんですね。そう、審判を欺く行為であり、うん、侮辱行為でもあるから、はい、それはやっちゃダメって言われてたの、うん、ということはよ、はい、日本では当たり前で行われた技術が、うん、海外では行われてないってことじゃん。メジャーリーグでは行われてないってことじゃん。佐藤さんはその時は動かすなって言われてた時は日本では、まあ、多少動かしてたんですか。動かしてたとか、それがもうそんなのは日本の野球は少年野球からみんなやってるから。ああ、そうなんですか。別にプロになってから、はい、高校生、大学生になってから学ぶ技術じゃなくて、うん、はい、もう少年野球の時から当たり前にやってた技術だから、はい、要はフレーミングっていう言葉もないの、はい、もうキャッチングです。キャッチングの一環ってことですね。そう、キャッチングがうまい、ヘボイとかっていうのの、はい、ただキャッチングって言われてただけで、はい、そういうのはもう子供の時からずーっと言われてやってたわけ、はい、うん、だから要は日本っていうのはフレーミングっていう言葉がなかっただけであって、はい、そういう技術はもう先進国なんだよ。へえ、じゃあもうみんなほぼほぼできてるわけですね。できて当たり前、うん、だからできないとヘボイ、はい、だから要は古田さんとか、はい、もうバリバリうまいよ。うん、でもその時古田さんがやってた時は、はい、多分メジャーではそれは審判への侮辱行為だから禁止って言われた技術。へえ。でそれを2010年以降にモリーナっていう名キャッチャーがいて、はい、そのモリーナがやりだしてから浸透していって、うん、でそれをね、でこっからまたね、はい、そのアメリカの方がっていう人の大前提としては、はい、それを数値化してストライクをちゃんとストライクに取ってくれてるかっていうのを数値化して、はい、フレーミングをうまい、ヘボイっていうのを
数値化して判定してるらしいんですよ。へー。でもここにも俺はもう疑問符があるわけ、はい、ストライクゾーン、うん、全員一緒じゃないんでねあーそうです、審判の人は、うん、審判の人にもやっぱ癖があって、はい、まあ俺が言う審判の人の癖は、まあそもそもまあ、きっちり取る人、うん、もしくはコースに広くて高低は狭い人、コースは狭いけど高低広い人、うん、全体的に広い人、全体的に狭い人、はい、でもしくはもう取ったり取らなかったりする人、うん、基準どこなんですかっていうのが分からない人っていうのに大きく分けたら分かれるんだけど、はい、そもそもその審判の人の癖に合わせてストライクゾーン変えないとよ、はい、それがフレーミングが成功してストライクになったか、はい、失敗してボールになったかの判定の基準はどこに合わせてんですかっていう、うん、ああなるほど、いやなんか難しいですね、うん、そうだってルール上一定だけど、はい、もうこれはもう一定じゃないのはもうやってた俺らがもうそれはもう周知の事実、まあ、そうですね、人ですからね、うん、そうかも、うん、一緒じゃないわけ、うん、このストライクゾーン、この近くのストライクゾーンが全員この形じゃないから、うん、だったらなんかこうねやっ、そう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 ってなった時に、うん、その審判に合わせたストライクゾーン、俺はそこまで分かんないけど、うん、審判に合わせたストライクゾーンを正方形にしたり縦長方形横長方形、はい、うん、ワイドにしたり、うん、台形にしたりってなったのは、はい、もちろん合わせて数値化してんですよねっていう、一つの四角じゃないですよね、もしそれ一つの四角だったらもうその数値はもう本当当てにならないんですよ、はい、だって審判によって違うのに、うん、そもそもフレーミングうまくできなかった、うん、ボールになったって言っても、うん、そもそもその審判はそこをストライクって最初から思ってない可能性もあるし、逆にフレーミングで成功した失敗したって言ってもその審判のストライクゾーンが違うのに分かんないじゃん。でもデータだったら一人一人変えてなさそうですよね。それ多分変えてないと思うよ、だって審判の癖まで分かんないでしょ、うん、あそうですね、うん、プレーしてる側じゃないと分かんないですよね、うん、そう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 、うん、そういったところでもね、はい、俺はその数値がもう不透明さもあるんだけど、うん、でもうこっからは好き嫌いになるんだけど、はい、俺はもうメジャーの人がやってるフレーミング、もちろん上手い人もいるよ、はい、上手い人もいるけど俺はもうグローブ動かしすぎるやつはあんま好きじゃないのね、はい、でどっちかっていうと俺はそのフレーミングっていうのも大事なんだけども、特に子供たちは強いボールに力ないから負けちゃうのね、はい、負けないようにするのもそういうのを入れていくとフレーミングと同じような効果が出るからいいんだけども、はい、やっぱ取る前動かすけど取ったら動かさないっていうのがもうあの俺の中ではもう美学だよね。へえ。取ってからも動かすやつはヘボいっていう、もしくは取ってからも動かす時ってそれはもうボールと思ってるよっていう。え、どこからが取るなんですか。いやそれは当たったら、当たったら取ってるってこと。じゃ当たる前に動かすっていうのはどういうことですか。こう行って、はい、止めるっていう。だから要はキャッチャー見て動いてるように見えるけど取った時には止まってるよっていう、はい、ああじゃあそれって別にボールは動かしてるわけじゃないですよね。そうそうそう、うん、でもこういうやつもいるわけよ、はい、アメリカでも、はい、でもそれを良しとしてる動画もあるのよ、はい、これが良しなんていう、取ってからこうやってやるってやるのもあるんだよ、うん、そこはまあ価値観に違うけど、うん、俺の価値観ではもうダメなんだよ、はい、っていうのもあるし、どっちかっていうとアメリカの方が俺は後進国だと思うけど、はい、そうなんだ。で、ある人はね、はい、いや昔みんなやってたけど、うん、それがダメになったからやんなくなってるから、はい、メジャーの方が先やっていう人いるんですけど、うん、でも結局やらなかった期間あるんだから、やってないからもう今の人たちがやってないから後進国でしょっていう、うん、そうですねっていうのがあるんだけど、はい、だから結局はでよく最近質問になって、うん、あの日本でフレーミングの上手い選手誰ですかって聞かれるんだけど、はい、できて当たり前と思ってるから、うん、できてる方が目につかないのよ。あじゃあできてない人の方が目につくのよ。だから下手くその人の方が分かるのよ、はいはい、だって何でもそうだと思うんだけど、できてる方が目立つってことは、うん、できてない人が多いってことでしょ、はい、そうか、みんなできてるから目立たないのよ、うん、いいのが。へだから下手くその方だけが目立つ、だから、うん、上手さが目立つってことは周りが下手くそってことなの、うんうんで下手さが目立つってことは周りが上手いってことだから、うん、だからあのキャンプでソフトバンクの練習の時言ったけど、はい、全員上手いってキビキビ動くから、はい、ちょっとポロッとしたら逆に目立つって言ったじゃん、はい、それと一緒なんだよ、うんうん、だから俺は日本はできて当たり前っていう認識で見てるから、うん、それをすごいとも思わないし、はい、だからフレーミングっていうのがなんか私の中では、まあ、アメリカから来て、うん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 ちょっと特殊な技術なのかなと思ってたけど、うんうん、実際はそうじゃなかったってことですね。そうそうそう、だから言葉が最新なだけで、はい、日本ではそういうね、それを表する言葉がなかっただけであって、だからキャッチングの一環だった。そうそう、そんな技術はもう大昔から、はい、ずっと継続して全員やってますよっていう、はい、でしかもよ、うん、ここで一番大事なのが、はい、フレーミングよりも
もっと大事な要素があるわけ、はい、それは審判に見やすいキャッチングよ、うん、要はよそのフレーミングっていうのでよ、はい、みんなが言うようにその際どいところをストライク判定してもらったって言うけどもよ、はい、そもそもよ審判からキャッチングしてるとこが見にくかったら効果出せてないのよ、じゃあ見やすいって何がどうすれば見やすいんですか。だからコミュニケーションを取んないと審判から、はい、俺はもうその審判の人に佐藤のキャッチングは見やすいからいいわって言われてた。何が違うんですか。そこまでは聞かなかったけど、うん、はい、だからその見やすいキャッチングをできているかどうかも大事なわけ、はい、だって見やすくなかったら頑張っててもそれ見えてないんだよ、はい、だからなんかみんなフレーミングって言うけど、うん、そもそもそれ見やすいキャッチングできてんのかって話。へー、でそこは審判の人とコミュニケーション取りながらやんないと、見やすいですかとか、はい、見にくいですかとか、あどうですかっていうのをやって審判の人に合わせてキャッチングをしていかないと、そもそもどんなに頑張ったって審判から見えにくかったらそれ効果ゼロだからね。大体毎試合というかこう確認するんですか。そう、どう。でもずっと見やすいよって言われたらもう多分ずっと見やすいから、俺は形変えてないからね。そうかそうか、うん、へえ、じゃあ固定されるまではそうなんですよ、コミュニケーション取ってるんですね。そうそうそう、でもそれをね、うん、全部ないがしろにしてフレーミングだけ語ってる人いるのよ。はい、ノー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 っていうそのキャッチングまず見にくいか見やすいかの方が大事だからっていう。へーこの人のキャッチング見にくいだろうなっていうのはやっぱ解説として見てても分かるんですか。それはやっぱ審判の人の角度もよるから、それにもよるよね。へ、だからフレーミングも大事よ、うん、けども一番大事なのは審判から見やすいキャッチングをできてるかどうかよ、うん、あとフレーミングっていうのは学んでこう習得するものじゃなくてもうできてるものですよってことですね、うん、でもそれを習得していかなきゃいけないからより上手くなるようにした方がいいし、はい、うん、音ならなくてもっていう人いるんだけど、はい、音なんて普通になります。はい、普通に撮ったら、はい、だからあの音が鳴らないってことは、うん、要はミットの中で暴れてるってことなんですよ、うん、ボールが、はい、ということは次の動作に行くときにワンクッション開くんですよ、はい、ボールがいいところにないパターンあるんで、うんうん、だからその音が鳴るってことはちゃんとキャッチングできてる証拠だから、はい、それによって次へのスローイングなども含めたプラス要素が多いんで、うん、音が鳴るっていうのは本当にちゃんと芯で撮ってないか、うん、もしくはグラブの質が悪いか、うん、手入れが悪いしかないですよ。へー、音も鳴った方がいいってことなんですね、うん、いいっていうか普通にやったら鳴るけどね。そもそもでもそれについても言ってる方があまり私は聞いてない。だから鳴らなくてもいいけどフレーミングって言うんだけど、うん、フレーミングちゃんとできたら音鳴りますよって、はい、そういうことですねはいはい、でそれと、うん、あので審判の人が言うと、うん、審判の人はそもそもあのキャッチングする前見てるから、はい、キャッチングする前だってこの通過したとこを見てるわけだから、あミットっていうのは通過し終わった後だから、はい、判定っていうのはベース板のところで判定だから、要はキャッチング関係ないよって審判の人は言う。へえ、あそっか、取った位置じゃなくてそこを通過してる位置を見てるのかって言うから、フレーミングにどんだけ頑張っても意味ないよって、はい、へで審判の人は言います。いや、そうなんだ、ちょっと新しい感覚でした、うん、へえ、じゃあもういくら、まあ、すごい動かす人がいるとしても、うん、こうやってやっても、もう通過してるところで見てるから関係ないよってことですね、うん、そうそう、終わった後何やってんですかっていうのが審判の人の意見よへこれをどうすり合わせていくのかが、まあ、大事だと思うけども、うんうん、まあ、一番はまず見やすいキャッチングをしなきゃいけない審判のために。そうそう、そのためにやっぱり審判のとコミュニケーションっていうのも必要だし、うん、それに合わせていくっていうのも大事だし、でその次だね、フレーミングは、はい、正直ね、はい、あと日本にそのフレーミングっていう言葉が新鮮なだけで、うん、びっくりしそうな技術でもなんでもないけどね、うん、でもまあこうやって言ったらね、やっぱメジャー最強って思ってる人たちはどう言っても納得できないから、はい、まあコメント欄でね、はい、まあいろいろ言うと思いますけど、はい、まあ結局これが事実よ、はい、大体の人フレーミングでもできてるってことですよね、うん、だまあできてね、悪い技術ないんで、うん、そういったところはね、はい、まあやって、で本当にねフレーミングをどうやって上手くなるかの技術指導をしてほしい人は、うん、まあ、僕の野球教室に来てくださいっていう。プロでもいいんですか、行って、はい、YouTube ではね技術指導しないって決めてるんで、はい、私習いたかったキャッチングの仕方とか。じゃあ行きましょうよ、今度。お、本当ですか。袴田さん仕上げますよ、ちゃんとできるように。取れるかな。取れるっしょ。フレーミングも教えてくれますか。教えます、教えます。お、やった、楽勝ですから。はい、というところでね、はい、まあ、プロ野球を見てね、まあ、より一層楽しんでもらいたいですね。はい、はい。